館鳥所です。今日はこの方にお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとじゃあ自己紹介すいません。すいません。準備室の担当させていただいてます、加瀬谷と申します。加瀬谷さん。はい。なんか珍しい名字。加瀬じゃないです。言ってないですよ。よく間違えられる。ああ、間違えられる、はい。俺は全然思ってないですからね。加瀬谷さん。写真すせのせいです。相当言われてきたんだよね。加水人のさんとか。味噌加瀬みたいな感じ。ねえ、俺そんな言ってないですけど。よろしくお願いします。自虐が過ぎるから。加瀬谷さん、なんと聞いた通りの名古屋の方から。はい、はい、そうですね。ヘッドハンティング的に、いや、そんないいもんではないと思います、はい、なんかそんな風なところちょっとまず伺っていきたいなと思うんですけど、 ありがとうございます。どういうきっかけでこれ沼田に縁のあるまる、はい、私理事長と知り合いだったので、はい、ああなるほど、はいはいはい、なのでまあちょっとこれを立ち上げようという、はい、数年前にこのそのあたりを立ち上げようって話があって、はい、その時に、はい、理念を聞かされて、はい、まあ、私としたら、はい、すごく驚いたんですね。一民間企業で働いて営業とかしてたんですけど、はいはい、そうすると、まあ、私も将来的にはそうだな、最終的にはちょっと福祉とか、はい、ちょっとボランティアとか、はい、そういう部類にちょっと興味を持っていた頃なんです。なんか社会貢献的なみたいな。そうなんです。それでちょっともうここははい、ちょっと人肌脱ごうかなっていう気分でちょっと根性入れてまいりました。それ何なんですか、その、はい、理事長にある種ほだされた、はい、このそのあたりに秘められてた思いみたいな、どんなを聞いたんですか。一番嬉しかったのは、はい、その何ていうの、障害とか社会的弱者って言われる方たちが、はい、まず働く、そして、はい、そこをフォローする、はい、でもその特別に何ていうんでしょう、福祉だと、はい、やっぱり一方通行とかね、してあげてるとか、はいはいはい、そういう感覚が多い中で、ちょっとなんだったら守ってあげてるみたいな、そう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 、じゃなくて本当にウィンウィンの関係を築けるんじゃないかなっていうところ、そういうところがすごい、あ、こんなん聞いたことない、なんかあれですよね、はい、ごちゃ混ぜっていう言葉に入ってる、うん、愛みたいな部分のところ、ね、ぬくもりみたいな部分、はい、なるほど、そうそう、そんなにこの大事大事にしなくてもいい、はい、普通に暮らしてる中でも、うん、やっぱ工賃が上がるとか、うん、でやる気が出るとか、うん、でこっちは一緒にやってることによって、あ、やっぱり学ぶところもあるんじゃないかなとか、はい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 、そういうちょっと経験をしてみたくなった。いや、なんか理事長がこの人引っ張ってきた意味がわかるわ、すごいっすね。ちなみにですけど、それに、わかるよ、それで、あ、やってみようと思ってきたのはわかるんですけど、失礼ですけど、はい、ご家族とかは、名古屋のことになりますか。はい、社会人なんですけども、ど、はい、約1名主人がおりまして、あんまり他人みたいな言い方とか、家事とかあんまりしたことはあんまりないと思うんですけど、なのじゃその旦那を向こうに置いてきて、そうなんですね、結果的に旦那さん元気ですか、奥さん元気ににこやかにやってますよ、そうマジ、あ、そうなんです。そんな加瀬谷さんが今取り組んでくださっているこのそのあたりでございますけども、いろいろちょっと伺っていきたいなと思うんですけど、まずはこのわんぱくガーデンに込めた思いみたいなところ、これ一応ロゴが僕のところにあるんですけど、これはどういった施設ですか。いや、もうこれはもう近所の子も、それから障害のある子もで通ってきてくださる方も、みんながやっぱりここに来て、あと意外と住んだって遊べる、もしかしたら大人も遊べる、あ、もうみんなが一緒でここで遊んじゃって、なんかあれなんですよね、はい、配置レイアウトを聞いたら、はい、全部の施設の真ん中にあって、うん、全部のところから眺められるみたいな、なんかクラウドファンディングの時に聞いて伺ったのが、はい、そのいろんなところの施設からそのアスレチックガーデンを眺めて、はい、子供たちが元気に遊んでる姿を見て、みんながなんか生きる活力をもらうみたいなのが、ね、結構胸打たれるところがあって、あ、いや本当にそうだと思います、ね、なんかね、はい、やっぱ私たち大人になると徐々に心がどういうんでしょうか、ドヨーンとしてくると思うんですけど、はい、やっぱりこの無で遊ぶ子どもたち見ていいなって思うことが多いと思うんです、はい、結構もらえる希望みたいな活用みたいな多そうですよね、はい、であと国の宝だと思います子どもは、なのでやっぱ子ども中心で、それを見守るお年寄りとか大人とか、でも大人も見守りながら意外と元気になる、なるほどね、そういった思いをワンパクガーデンに込められていると、大切なグループで働いているなんか思いみたいなところをちょっと聞かせてもらっていいですか、はい、どういうんでしょうかね、はい、意外と
この皆さんが、はい、あの本当個々で、はい、ちゃんと自分のお仕事を、はい、あのなんていうのかな、きっちりこなされてるんだなっていうのがすごく思いました。 なので、はい、あ、やっぱプロ集団、あの命を預かっている現場っていう、ね、そういう緊張感がすごく感じられまして、はい、でもやりたい仕事に関われるっていうのはすごく幸せだなと思います。今それをやれてるってことですね。はい、そうなんです、はい、そのうちの一つというか、はい、もうそれの根っこ、はい、本流がこのソラダリューでございます、はい、そうですね。皆さん楽しみにしていただいて、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、春日さんにお話を伺いました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。最後に、なんか、はい、チャンネル登録、詳しい、その他にも詳しい情報は、こちらみたいなのを、はい、やる。ここやるんですね。はい、じゃあ、その他にも詳しい情報はこちらをご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。